皆さんこんにちは、料理人のキャッチです、今日はね、友人からの山のようなホタテ貝が届いたんです。でそれを一生懸命全部殻から外してですね、3、4回、ホタテ貝のね、料理を作りたいと思います。で第1回目はですね、ホタテ貝と、まあ、野菜のあったかいスープサラダですかな、そんなものを作ります。でちょっと香りにレモングラスを使いますんで、それからナンプラー使いますんでね、ちょっとタイ風にはなるけどタイにはないと思います。ちょっと私のアレンジしたね、ホタテ貝と野菜の、スープ煮つかな、スープ煮サラダかな、それを今日は作ります。じゃあ材料ね、紹介します。カリフラワーみたいロマネスクというね、このそれからスナップエンド、ブロッコリー、カブ、それにこれは大根です。それに芽キャベツ、それに、まあ、ミニトマト、それから人参、マッシュルームが1個残ったんでこれも入れちゃいます。でこれはレモングラスですね。であとホタテ貝とあと肝の部分、まあ、こんなものを使います。であと味付けは今日ね、バターがちょっと多めに入るんですね。でそれとクリームが少しと、あと味付けはナンプラーとレモンです。さあこれから作ります。まあほんと簡単でね、もうまず野菜だけね、バターと、まず野菜をこれ全部生ですけど、何しろ全部入れてしまいます。トマト以外はね、トマトは一番最後の方にホタテ貝と一緒に入れます。でここにひたひたになるまで、お水がね、今日は 400cc 使います。これで強火でね、大体沸いてから、7、8分です。はい、こうやって強火でもう、まあ、まあ7分ぐらいかな。でここにもうレモングラスも入ります。それから用意しておいたね、ホタテ貝が入ります。トマトも入ります。でこれでホタテがちょっと霜降り状になるよね。あまり長く野菜煮てると変色しちゃいますんで、なんか手早くね、ホタテはこれはお刺身で食べられるのが鮮度いいから、本当に正面が霜降りになってちょっと血が入るんだよな。でこうなりましたら、ここに生クリーム、ここにナンプラーが入ります。で最後にレモンがね入ります。はい、出来上がりです。もう野菜もあまり野菜は長くて変色しちゃいますから、もう手早くね、
さあ、いかがでしたか。すごい簡単なんですけどね、意外とあの美味しいんですよ。でやっぱりナンプラーと、まあ、ちょっと多めのバターなんですけどね、まあ、それにまあ若干のクリーム、あとこのレモン、この組み合わせがね、なんとも言えない美味しさで、一番のあるポイントは、まあ、野菜をね弱火で煮てると変色しちゃいますから、もう一気に強火でガーッと持ってってですね、まあ野菜の種類によってはもう6本ぐらいからもう味をつけてっちゃうって感じかな。で、まあ、で全部でもう8分からもう最大でも10分以内ね仕上げるという、そんなあったかい、サラダスープですかな。ぜひね、試してみてください。意外といけます。